湿気に悩んでいるそこのあなた、これがあれば解決です。やりました。もう全部ね、はい、こんな感じで、もうこれはね、リピ買いですね。カメラ OK、 音 OK、 やっちゃ OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。この季節、湿気がすごくありませんか？湿気、悩みますね。もう約10年ぐらい湿気に悩まされております。そもそも湿気が高いとです、空気がジメジメして重たい、洗濯物が乾かない、食べ物が傷む、何よりもカビ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 の存在ですね。私監督もカビとは長年戦ってまいりました。そもそも湿気とは何か調べてみますと、物や空気中に潜む水分のことを指します。湿度が高いここ日本では湿気対策をしっかりしておかないとカビや腐食が発生します。それによって健康被害や住宅の損傷までも引き起こします。こいつはやばい。最近では高気密な住宅が多く建てられていることから、結露がそこから発生するダニや害虫によってアトピーやアレルギーになってしまう可能性も出てきております。そんなわけでですね、新しい家、まあ1年ちょいですかね、2年かな、2年、もう2年経ったのか。建てられてから確か1年ぐらいの新築のアパートをですね、借りて生活しているのですが、こっちの窓、窓がもうバカでかいんですよ。それなのか、びっくりしたのが、新しく購入した衣装ケース、チェストがあるんですが、入れていたズボンがですね、久しぶりに着ようと思ってきたら、あれこんな模様あったっけ、カビじゃねえかよみたいな。はいはいはい。こちらですね。はい、こちらなんです。で、こちらにしまっていたズボンがですね、おそらくここからの湿気で、もわーっと来て、ここになんかもわーっと入ってって、カビてきたみたいな。嘘でしょ？いや、本当なんですよ。もちろん洗濯機で洗えば綺麗さっぱりに消えたんですけども、これはやばいというわけでですね、新築やはり出るところには出るそうです。そんなわけでですね、限界があります。というわけでですね、レビューが高い高評価の湿気を取る除湿パック購入してきました。紹介していきたいと思います。こちら除湿パック、除湿効果が目に見えて現れます。やめろやめろ、お前の体の水分が全部消えるぞ。オープン、除湿パック。使い方4つ。1、包装を開封し除湿パックを取り出します。こいつじゃあ、なんだこれ、あ、これが落ちて水になるってこと？除湿すべき空間に吊り下げます。このフックいいよね。吊り下げるだけで簡単に空気中の余分な湿気が取れるそうです。コンパクトなんで押し入れ、クローゼットにかけることもできますね。3番、うっかり落下してしまうのを避けるため、衣類と除湿パックの間の距離は5センチぐらいにした方がいいです。パックの中の白い粒子が完全になくなった場合は、新しい除湿パックと交換してください。使い捨てのタイプとなっております。で、水がたっぷり溜まってくるという単純明快な商品となっております。除湿パック。で、一つですね、こちら重さが 230g となっておりまして、監督がアマゾンで購入したものはですね、こちら10パックあります。箱買いしました。最大除湿量が 500ml だそうで、こいつで吸収できちゃうというわけですね。早速使ってみたいと思います。こちらが監督のベランダとなっております。はい、でですね、今現在はですね、結構綺麗なので今は大丈夫かな、こっち、はいはい、うん、で、見てください、ここなんですけども、はい、水滴があります。こういう感じで水がですね、あーはーはー、もうポタポタ垂れてますね、ここら辺ね。あとほら、見て、ここもう、これね、あー、結構来てますね、曇ってるんですよ。お、こう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 、ほら。で、もう片方ですね、でかい窓があるんですが、こっちは今ひどいよ。もう曇ってますね。はい、ここもう水がね、こうやってやるともう滴るんですよ、もう。ああ、ほらほら、垂れてる。いや、もうキャンバスですよ、キャンバス。ああ、ああ。こっち側はさらに今ひどいんじゃないですか。たっぷり溜まったと、この横の部分もね、この水分がもう溜まってるんですよ。下ですね、ここ。もうチャプチャプいってます。これをですね、毎回、雑巾でですね、まあ、こうやって拭くわけなんですよ。これがですね、ひどい時は毎日ね、3回、4回ですね、こうやって拭いていくわけですよ。わあ、
これ絞らなきゃダメなんですよ。で、今はですね、エアコンがあるんで、エアコンの近くに乾かして、またすぐ、いちいち洗濯やってたらもうキリがないんでね。このね、作業がね、めんどくさいんですよね。この水分を除湿パックで全部吸収してくれれば、もう最高ですね。こいつをですね、使いたいと思います。このまま直接かけていいか。はい、こういう感じでかけちゃいます。2つ目も、はい、ここにかけました。今は全く水が入っておりません。クローゼットにも入れていきたいと思います。はい、結構入っておりますが、まあ、この辺かな、この辺の端に効果出るのかな。はい、ちょっと開けといた方がいいって書いてたので開けておきますね。 あとこちらのですね、ロフトベッドですね。ロフトベッドの中にもこの真ん中あたりにちょっと置いておきましょうか。でこっちにもこの湿気パックをセットしておきましょう。いや1週間ぐらい見ようかな。もうむちゃくちゃ長いカーテンに関してはですね、ここにですね設置したいと思います。でこれ隠れれるんで、はい、見てください。こちら水滴がやばいです。これこんなに湿気がすごいんですね。ここにもかけていきたいと思います。果たしてどうなることやら。こちら流しですね、流しの中に、セットしました。ちょっと汚いですが、セットしました。はい、1週間経ちました。おお、水が結構溜まっていますね。これくらい溜まっております。続いて窓のところですね。あー結構溜まっておりますね。これ続きまして、押し入れ。お、結構この水の量、ただまだ全然あります。続きまして収納ベッドですね。でこちらはですね、2箇所に置いていたはず。あったあった、ここここ、はい、ここですね。はい、そしてちょっとこれくらい溜まっております。でもう一箇所こちらにも、やっぱ水は少しですが吸収してますね。あと洗面台の下に置いていたところは、はい、なるほど。いや結構やっぱ水分溜まってますね。2週間経過しました。おお、たっぷり。こちら、おお、タップタップですね。こちらももうこんなに水分が入って、押し入れ、押し入れはどうでしょうか。こちらもうわー、こんなにですね、こんなに入ってますよ水が。続いて、はいはい、こちらに関してはですね、そこまで水は溜まってませんが、まあでもやっぱり入ってますね。洗面台の下はどうでか。はいはい、すべて設置したもの、水パンパンになりました。こんな感じで、もうこれはねリピ買いですね。というわけでですね、湿気が多い家に住んでいる方はこちらの除湿パックめちゃくちゃおすすめです。もう目に見えてわかるのが何よりもいいよね。てか水汚いな。というわけで概要欄に貼っておきますので、もし興味がある方覗いてみてください。 Amazon で販売しております。というわけでこの監督ラボでは、自分がおすすめしたい商品や映像作品ですとかを紹介しております。チャンネル登録をして他の動画もぜひご覧ください。ではまた次の動画で会いましょう。悩まされております。壁といった接続部分の隙間を少なくして冷暖房効率を高めた、新しい家、ですね、今1年ちょいですかね、いや2年かな、2年、もう2年経ったのか、やばいな記憶が。